水首相の女、ルーブル美術館像ヘラルトドーは、オランダの画家。ヘリット・ヤダウ、ダウトの表記も見られる。ドーは、ライデンで生まれた。彼の初期の絵画と素描の師匠は、版画家、バーテルミードレントであった。後にドーは、ペーター・コーホールンの下で、ガラスへの技法を学んだ。15歳になるとドーは、レンブラントの門弟となり、彼の下で3年間学んだ。 オランダ派の偉大なしから、銅は色彩の技能、明暗法の効果を学んだ。レンブラントの画風は銅の初期の絵画作品に反映されている。銅はライデンで死んだ。彼の最も知られる弟子はフランスファミリースである。銅の経歴においては比較上早い時点で、彼は独自の絵画様式を完成していた。 彼は自分自身の手で作った筆と細かく砕いた絵の具を用いた。そしてそれらの画材の精密な運用と正確な対象模倣、特に細部描写の技術向上に力を注いだ。結果としてこの画家の様式は彼の師匠であるレンブラントの前期の緻密な筆使いで描かれた作品とは近似しているものの後期の作品に特徴的な大胆な筆使いと厚い絵の具の層が 凹凸のある絵画表面を作る制作手法とは一線を隠すものとなった。正確さを着す筆使いが用いられているにもかかわらず、作品の全体的な効果は調和が取れ、ぎこちなさとは無縁である。また彩色は常に新鮮で透明感がある。彼はランタンやろうそくの明かりの中にある対象を表現するのを好んだ。4人の及ばない技術により達成される。 白身性の効果をそこには認めることができる。銅はしばしば大面鏡の助けを借りて絵を描いた。そして剣士で四角の形を作って額にし自分の作品の主題となるものを綿密に観察して描いた。彼の肖像画は初めは非常に人気があったがやがて次第に衰えていった。それは肖像画を描かせるために座る人々が 画家が必要とする時間をモデルとして、ポーズを取るのに費やすのを嫌ったからである。この画家の作品は常に小さなサイズで多くの場合、生物画では中心的モチーフとなる楽器などの小道具が人物と共に描かれている。200点以上の作品が彼の作品とされている。その作例はヨーロッパ諸国で形成された絵画コレクションのうちの大半に認められる。 銅の絵画は高額で取引され、美術愛好家であるハーグのファンスピーリンクは、彼の作品の優先回取り権のため銅2000、フローリングを支払っている。一般に、銅の最高傑作と考えられているのは、ルーブル美術館肖像の水手相の女である。アムステルダム国立美術館肖像の夜間学校は、彼の秀でたロンその明かりに照らされた光景を描いた一品である。 ロンドンのナショナルギャラリーには、課金賞の店や自画像が所蔵されている。聖句集を読む老婦人、石鹸の泡を吹く少年と、生物、クラビコードを弾く婦人。ありがとうございます。